古手神社っていうの。多分見晴らしが一番いいところかな。おお。次の休みはここでお祭りがあるからね。ふん。じゃじゃーん、レナの特製弁当スペシャルバージョンだよ。すごい量だ。こんにちはです。あ、お、来た来た。さとこにリカちゃん。この二人は俺のクラスメートの北条さとこと古出リカ。とは言ってももちろん学年は下だけど。これは一体何の騒ぎですの？見りゃわかるだろう。これからレナの手作り弁当に舌鼓だ。そんなの見ればわかるでございますわ。どうして人様のお庭でござなんか広げてますのよ。神社は公共の場所だぞ。勝手に独占するな。圭一の言う通りですよ。みんなのお庭にしますです。やっぱりリカちゃんはいい子だな。座りな、そこ一緒に食べよう。しょうがないですわね。せっかくですから私もご一緒して差し上げましてよ。お前に座る場所はないし食べる分もない。なんですって。イエーイイエーイ。大丈夫だよ、さとこちゃんの分もちゃんとあるから。ない、さとこの分も俺がいただく。そんなことは許せませんの。はい、お箸です。いただきますです。だっていただきますだ。いやはや若いっていいね。いっぱい食べてね。ちゃんとみんなの分あるから。ハンバーグいただき。そのハンバーグは渡しませんわ。くわ、肘は反則だろう。あら、ルールなんてありましたの？みんなでお弁当楽しいな、楽しいな。レナのお弁当は美味しいのです。